平成25年11月23日、新静岡市誕生10周年記念式典記念祭を清水区の清水文化会館マリナートで開催しました。平成15年4月に新静岡市が誕生し、平成25年4月1日で新静岡市誕生10年を迎えました。この間、政令指定都市への移行、神原町、由比町との合併を経て、新静岡市の基盤を確立してきました。この記念式典と記念祭は、10年を節目とし、未来に向けて静岡市と市民との一体感の醸成を図ることで、今後の静岡市の一層の飛躍、さらなる発展のきっかけとなるようにとの思いで開催しました。午前中は多くの関係者、来賓が出席し、小ホールで記念式典を開催。毎年行われる功労者、有功者表彰に加え、静岡市の合併に多大なご尽力をいただいた方たちに感謝の意と敬意を込めて、田辺静岡市長から特別表彰を行いました。表彰状、神谷俊作様、保険業界発展の牽引役として中心的な役割を務めるなど、本市産業の発展に大きく貢献されました。ありがとうございます。私の静岡市長としての将来展望はただ一つ、清水市との合併、静岡に住んでよかったと言われるような素晴らしい町となることを強く念願をするものであります。静岡市のより一層の発展と皆様方のご健勝を記念いたしまして、謝意といたします。最後は静岡市の発展飛躍を記念して、来場者全員による万歳三唱で幕を閉じました。式典に引き続き、大ホールでは記念祭が、静岡市消防音楽隊のオープニング演奏で華々しく幕を開けました。こんにちは。記念祭は総合司会の鈴木誠也さん。10周年記念祭、いよいよ開幕でございます。静岡市出身で女優の酒井美紀さんがナビゲーターを務め、サブナビゲーターは事前の公募によって選ばれ、新静岡市が誕生した2003年に生まれた現在の小学4年生4名が務めました。ちびまる子ちゃんの作者である静岡市清水区出身のさくらももこさんが作詞を担当したまるちゃんの静岡音頭、振り付け担当のパパイヤ鈴木さんと阿部口賞、清水入江賞、清水岡賞の4年生らが舞台いっぱいに元気よく踊ると、会場からも自然と手拍子が沸き起こりました。静岡時間旅行と題したプログラムでは、合併・政令市移行など新市誕生から10年の歩みを振り返る映像を上映。伝統芸能、宇藤木神楽、
新郎林の上演に続き、常葉大チアリーダー部と清水西高書道部が若い活力に満ちたパフォーマンスを披露しました。静岡市は気候も温暖で、住んでいる人も明るく朗らかです。本記念祭にあてて、さくらももこさんから届けられたメッセージを酒井美希さんが披露。私を育ててくれた静岡市に心から感謝を送らせていただきます。ありがとう静岡。静岡万歳。さくらももこ。阿部口翔と清水岡翔の4年生で編成された静岡市小学4年生合同合唱団が詩歌私の町静岡を合唱。サブナビゲーターを務めた4人の小学4年生による私の町静岡宣言が声高らかに読み上げられ、田辺静岡市長に手渡されると、会場からは大きな拍手が送られました。宣言書を受け取った田辺静岡市長は、静岡に生まれ育ち暮らしてよかったと、たくさんの子どもたちに感じてもらえるよう共に成長していきたいと述べ、カーテンコールでは市長の呼びかけにより、会場も含めた参加者全員によるまるちゃんの静岡音頭の総踊りで、記念祭は盛況のうちに幕を閉じました。静岡市はもっと有名なものが増えて賑やかな静岡市になってほしいと思います。みんなが一緒に盛り上がってくれてとても楽しかったです。この舞台というので練習して、この成果が出たかなってお客さんの輝いていてすごい楽しかったので、そこが印象に残っています。